はい、おはようございます。グランピングの村上です。もう今日もキャンプツーリング行ってきます。だいぶですね、2週間前に宮島キャンプ行ったんですけど、その時と比べたらだいぶ気温も下がってですね、すっかり秋の気候になったんで、今度は山の方のキャンプ場に行こうかなと思ってます。目的地は岩倉ファームパークキャンプ場ってところに行ってきます。場所はですね、廿日市の津田っていうところにあるキャンプ場です。広島市内から行くとだいたい30キロぐらいで行ける場所ですね。で、地図で見ると獲得標高600メートルぐらいあるそうなんで、ちょっと登るかなってぐらいやと思います。途中ですね、極楽寺山通り過ぎるんで、その近くに湧き水がくべるところがあるんで、そこで湧き水をゲットしてからキャンプ場に向かおうと思います。じゃあ行ってきます。よっしゃ、早谷神社まで来ました。よいしょ。湧き水のところまではこっからあと 1.7 キロ。結構荷物が増えると途端に坂道きつくなりますよね。疲れた。よいしょ。ちょっとここで休憩しましょう。20キロぐらいかな、走ってきました。宮島の時と見てる人は何も変わり映えないように見えるんですけど、はい、フロントパニアバックスタイルで来てます。一応装備進化してまして、中に入ってるものですね、テントがですね、軽いもっと軽量なテントに変わってます。またキャンプ場で着いてテント張るときに紹介します。あと気温が低くなったんで、ちょっとアウターを、積んできました。フリースと、あとは寝袋はちょっとあったかいやつ、ナンガの UDD380 持ってきてます。いや、一気に涼しくなりましたね。気温がぐっと下がりました。だいぶ足も慣れてきた。いいね。着いたか。着いたっぽいな。ここに駐輪していくやつかな。よし。よいしょ。よいしょ。あら、行き過ぎた。どこだ。よいしょ。あそこか。気づかんかった。通り過ぎてしまった。おお、ここか。着きました。うわ、すごい。うわ、めちゃくちゃ怖いんですけど、これ。おお、蛇の頭から、口からめっちゃ出てきてますよ。よし。じゃあ、ちょっといただきます。よし、ゲット。あー、冷てー。よーし、水もゲットしたことやし、目標達成です。はい。
まだ序盤ですね。ここから本格的な登りがある。よし、行きますか。いやー、ちょっとキャンプ場まで直行で行きます。こっからあと18キロ。さっきね、上りで電動アシストに乗った高校生にスーッて抜かされました。めっちゃ楽々で抜かされましたね。いいな。もういいバイクだったらもうちょいスイスイ登れるんやろうな。最近のアシスト車マジすごいっすね。前のキャンプのコメント、動画のコメントにフロントパニアはハンドル取られないですかって聞いて質問来てたんですけど、ハンドルはですね、取られます。ちょっと慣れないと、最初ちょっと慣れが必要だと思います。やっぱり小回り、荷物が積んでる分小回りが効かないんで、こう走ってる時は別にあんまり変わんないんですけど、止まって駐輪場とかで自転車を押して取り回しする時とかにちょっとおっとっとってなることがちょいちょいあるかなと思います。あとはフロントパニアのメリットは、こういう上り坂がリアに積んでる時に比べたらまだ楽ですね。多分ですけど、リアタイヤが荷物積んでない状態と同じであんまり変形しないから転がりがいいんだと思います。それで努力伝えてるから幾分か楽になってんじゃないかなって思います。じゃあ登り切った。下りや、疲れた。結構登りましたね。もうこの後はそんな登らないでしょう。綺麗に咲いてますね。おお、すごい。さて、もうそろそろ到着っていうか見えた。おお、ありました。入り口ありました。岩倉キャンプ場。さあ、おお、めっちゃ綺麗やな。受付していきましょう。はい。そう、一泊。大人一人。一泊で。はい。はい。1000円お願いします。はい。はい。じゃあこれ利用券の控えです。はい。はい。まーす。ごゆっくりしてください。はい。
し。テントはね、シックスムーンデザインのルナストロテントにしました。前のテントがですね、約 1.6 キロだったんですけど、このテントはですね、ペグとポール含めてもう1キロ未満なんで、めちゃくちゃ軽量化できます。いろいろ調べたんですけどね、 UL テントっていうんで、まあでも一番使い勝手が良さそうっていうか、ちょうど良さそう、あんまりあの UL に慣れてない人でもある程度居住性があるモデルで、軽量なテントって探したらちょっとこれが一番良かったんで、これにしました。じゃあちょっと早速テント育てていきます。よいしょ、はい、拠点できました。いやー、だいぶテントだけでもだいぶ進歩しましたね。ルナストロ、あ、わっ、いいな、電子室があるといいですね。最高。椅子持ってきたんですけど、ちょっとカバーだけにしてロースタイルで今日は楽しみたいと思います。はい、じゃあちょっと薪買ってきます。5時ギリギリ過ぎてまして、管理人さんがまだおったんで、なんとか薪ギリギリゲットできました。で、ちょっとお釣りがない、お釣りが用意できないっていう感じだったんで、ちょうどで払えるのが針葉樹と広葉樹セットで買うみたいな感じでした。ちょっとちょうどで払えなかったんで一緒に買いました。針葉樹めっちゃ大量にゲットしちゃいましたね。これちょっと燃やし切れるかちょっと不安ですけど、早めにちょっと焚き火、火つけようかなと思います。
無事に火もついて、火付けうまくいかんかったんで、ちょっとガスバーナー、ガストーチ使ってつけました。もう必殺技いやちょっと今火がまだ落ち着いてないんで、ついてきたらちょっと料理始めてこようかなって思います。今日はですね、ちゃんと事前に食材は調達してきました。メニューももう作ってきて、野菜とかカットする必要なものは事前にカットしていけ持ってきました。あとお酒も持参してきました。ボーモア12年のウイスキーを持ってきました。お疲れ様です。うまっ。うん、よし、じゃあ料理作ってきます。今日の献立はメスティンはさつまいもとしめじ、舞茸の炊き込みご飯作ります。今日の湧き水、おい、全然ビニール袋からやから奪えんけど、しめじまいたけボン、どさっと調味料、酒が大さじ2って書いてあったけど、まあ大体でいいでしょう。醤油と何だったっけ、醤油と塩、このぐらいでしょう。よし、ほいじゃあ行ってらっしゃい。もう一品、鶏肉の照り焼き、うまそう。炊き込みご飯の出来上がりもどうでしょうかね。よし、じゃあ行きます。おー、いいじゃないですか。おー
めっちゃいい、いい匂いする、めっちゃ。うわあ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。うわー、うまそう。いや、あ、今日の炊き具合は成功ですね。だ、大成功。はい、しゃあ、できた。それじゃあ、いただきます。最高です。うん、炊き込みご飯と合う。最高にうまいっす。音が取れてなかった炙りしめ鯖を直に炙って圧倒部の、あのポケットガストーチだったかな、名前なんですけど、これめっちゃいいです。あのグランピーで最近とりあえず始めたやつなんですけど、普通にこれ使ってます。僕面白すごい楽しいですね、これ1本あると。おはようございます。いやー、ぐっすり眠りました。このシックスムーンのルナソロテント今日初めて使ってみたんですけど、こうやって中に入った状態で 全室使って朝ごはん作れるのめっちゃいいですね。すごい快適、快適でした。で、ただあのワンウォール、壁1枚のワンウォールテントなんで、内側結構が結露がやっぱりしましたね。撤収する時とかはちょっとタオルでその結露を拭き取れるタオルとかあった方がいいのかなと思ったりしました。まあでも日が昇ったら乾いてくれるんで、気にしない人はそれのまんま使ってもいいかな。自分はちょっとタオルで拭きたいなっていう感じがありますね。あと風通しがめっちゃいいっす。この下半分とかも全部メッシュになってて、寝てても下から外の景色が見れるんですよ。それがなかなか自然との一体感があってめちゃくちゃ楽しかったです。で、このルナソロテント、今3モデルモデルチェンジして今3世代目があるんですけど、僕の今使っているのは2019年モデル 2世代目のモデルになります。これはですね、グランピーで20% オフで購入できるんで、よかったらチェックしてみてください。だいぶお買い得やと思いますこのキャンプ場も
ちょっとあの上り坂はありますけど、薪も販売してるし、予約不要やし、すごい気軽に来れるいいところやなって思いました。また行こうと思います。はい、ということでこの辺で終わってゆっくりしてから撤収しようかなと思います。ではありがとうございます。